はい、みなさんこんにちは。今日も大蔵よ。お察しの通りね、今日私キャンプに来てるわ。綺麗よね、景色が。天気もいいのよ。なんか大きな声出して歌いたくなってきちゃったわ。僕ら社会不適合者、突き進むフリーター。オロチンユさんごめんね、歌ちょっと使わせてもらったわ。紅葉でね、山も少しずつ色づき始めてるわ。なんか寂しく感じない？紅葉の色って。大蔵だけかしら。なんか紅葉って寂しい気がするのよ。秋って恋愛の季節って感じしない？大蔵ね、オカマだからね、たくさんそういう思い出があるのよ。特別よ、特別に少しだけ大蔵の甘酸っぱいお話聞かせてあげるわ。
最後まで見ていただきありがとうございます。